みんなの、グラウンドはみんなのものなので、思い切ってサッカー楽しんで、やっぱり仲間たちと共にこういい成果を出せるように、いい準備をしてゲームに入りましょう。必ず勝って内容もいいものにしていきましょう。OK？ はい、じゃあ進めていきましょう。
まあ、他は自分たちでよく声出てるし、あの後ろからも声かけてよくやれてると思うんで、ちっちゃいところの修正は自分たちでかけてって、あのこういう形で今来てるけれども、また後半もあの初めからしっかり入って、まあ、来てるお客さん楽しんでもらえるように、ね、やってほしいなと思います。そのまま変わるから声かけて。お疲れ様です。2試合続けての7点での勝利、チームとしてこの結果どう受け止めますか？まあ、勝てたことは良かったし、まあ、このピッチでできたことは本当に幸せを感じました。最後すごい大きな拍手の中での挨拶をしてましたけど、どうでしたか？いや、本当にこういう状況の中、こうして試合できたことは本当にたくさんの方々のサポートがあってこそだと思うので、
まあ、オリンピックがあると信じて自分たちは前に進み続けたいなっていうふうに思います。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お母さん、マミさんのママって言うんですか？え、マルミのママと一緒にいた。え、そう、うん、けど、あれかも、たまたま話してるだけかも。久保木選手、ナイスゴールでした。ありがとうございます。ありがとうございます。天井に突き刺した。ゴールシーン振り返ってもらっていいですか？いやでもチームとしてそのシュートを打つ人に対してこぼれもしっかり入ろうっていうのはずっとトレーニングからやったので、そこはまぶちさんがシュートを打つときに自分はこぼれに入っていくっていう意識でしっかりと走れたので、まあ、こぼれてきてちょっとシュートは危なかったですけど、それでもまあ決まってよかったかなと思います。昨日のインタビューで子供たちになでしこの姿を見せたいとおっしゃられてましたけど、今日の試合はどうでしょうか？やっぱりいつになってもこう自分たちの満足のいくプレーってこうできないのかなっていうふうに思うんですけど、こう今日ゴールを常にこう取りに行き続ける姿っていうのが少しでもその小さな子供たちに届いてればすごく嬉しいなっていうふうに思います。ナイスゴールでした。ありがとうございます。お疲れ様です。ナイス勝利でした。です。お客さんから拍手、大きな拍手もらってましたけど、どうでした？やっぱり緊張、それで緊張します。逆に お疲れ様です。ハットトリック、そして日本代表として初めてゴールを決めた選手となりました、国立で。あ、はい、ゴール振り返ってもらってもいいですか？まあ、1点目はマナのシュートのこぼれを、まあ、うまく詰めれたっていうところと、まあ、2点目もキーパーとの1対1で、まあ、こぼれ球を、まあ、体勢崩しながらですけど、まあ、しっかりゴールに決めたのは良かったかなと思いますし、まあ、3点目もマナからのクロス、まあ、前半何回かあった中でちょっと外してたんで、まあ、最後はしっかりとゴールネットを揺らすヘディングが決まって良かったかなと思います。まあ、一番初めのゴールに関しては日本代表として、まあ、初めて国立で決めたゴールになります。かなりメモリアルなゴールになりますけども、そのことについてはどうで、まあ、お感じでしょうか？そうですね、まあ改めてこうやって新しい国立競技場で、まずはプレーできたことがすごく自分自身も貴重な経験になりましたし、まあ、その中でしっかり日本代表として点を決めれたっていうのは、まあ、自分のサッカー人生の中では貴重な経験になったので、まあ、これをまたいい糧にして次のステップに進めたらいいかなと思います。ロンドンとリオと直前ちょっと怪我っていうことで、まあ、出場がかなわなかったんですけども、改めて菅沢選手にとって東京オリンピックの思いっていうのを聞かせてもらってもいいですか？はい、東京オリンピックっていう、まあ、自国開催っていうのもありますけど、まあ、オリンピックっていう大会自体が、まあ、自分自身本当にサッカー人生の中で一度も経験してない大会ですし、まあ、絶対ピッチに立ってプレーしたいっていう思いがすごく強いので、まあ、まずはメンバー選考のところでしっかりと残らないといけないので、まあ、そのためにはやっぱり怪我をしないことが一番だと思うのであいつ悪いわすごい、後ろで笑かしてきた。なんで、まあ、怪我をせずにしっかりとコンディションを上げていって、で、まあ、最終的にはまたこの新国立競技場に戻ってきてプレーができるようにしたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
結構固い感じになっちゃった、ね、いやいいじゃないですか、すごい今思いが聞けて。いいですか。国立どうでした、あのみんな拍手、すごい拍手されてましたけど。なんかめっちゃ、なんだろう、まずあのピッチすごいやりやすかったですし、雰囲気もすごく良かったんで、なんか またそのサポーターとかお客さんがいっぱい入ったら、また楽しい雰囲気でサッカーできるんだろうなって思ったんで、まあ、少しでもコロナが落ち着いて、少しでも多くの人が見に来れればいいなって思いましたけどね。まあ、楽しみですね。はい、めちゃくちゃ楽しみです。代表初ゴール、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、どうでしたか、あのゴールは。いや、決めれてよかったなと思います。なでしこジャパンでゴールを決めるというのは、杉田選手にとってどんな意味がありますか。そうですね、なかなか試合出てても点を取れることが少なかったので、今回取れて自分としての選手の幅っていうのも広がっていくかなっていうふうには見えるし、応援してくれてる方のためにも楽しますことができるんであれば、もっとゴールを狙っていきたいなっていうのがあります。オリンピック決勝の舞台での試合となりましたけども、はい、ピッチとかの雰囲気っていうのはいかがでしたか。そうですね、すごい、ピッチのコンディションも良くて、まあ、なかなかああいう観客に囲まれてやる機会も今までなかなかなかったので、そういう意味でも久しぶりにああやってこうみんなが見てくれてる中でプレーできたなっていうのは嬉しかったですし、まあ、もっと実際オリンピックの、まあ、その決勝の舞台になれば見てくれてる人も、まあ、多分観客数も増えると思うので、そういう中でやりたいなっていうふうに自分の中で、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。また7対0という、はい、形での大勝となりました。この試合振り返っていただいてもよろしいでしょうか。まあ、あの国立というこういったオリンピックの決勝の舞台で試合をやれたので、まあ、やれるということで、選手とはやはり前回の試合からの反省、攻守ともにやはり反省をもとに、まあ、その辺は修正かけていこうということで、まあ、気持ちを込めて試合に入りましたけれども、まあ、力の差が少しある中で、まあ、選手はよくファイトしてくれたなというふうに思いますし、ただやはり攻める時間が長くて、まあ、ちょっとした精度の低さであったり、まあ、後半はやはり相手がもう完全に引いてきてしまったような状態の中で、まあ、変化を生むプレーっていうところの難しさっていうのは出てしまったかなというふうに思います。ただ全体的にしっかり諦めずにいろんなプレーは、まあ、やってくれると思いますし、まあ、しっかり7点取れて勝てたことをまず評価しつつ、また課題に向き合いつつ、もっとこう強い相手とやった時にはまだまだこう精度や強さっていうのを上げていかなきゃいけないということを自覚しながら進んでいけたらいいかなと思います。国立、まあ、オリンピックでの決勝となる舞台での試合でした。国立の試合、この雰囲気というのはどんなものでしょうか。雰囲気、はい、昨日練習できた時がかなり感動的で、まあ、景色であったり芝の良さもそうですし、光の加減なんかも素晴らしかったので、ただ今日はなんかそんなことをこう考えているというよりは試合にちょっと集中してたところもあるので、まあただ本当にここでに戻ってきたなっていう気持ちは強いですし、まあそれまでにはまだまだこうやらなければいけないことは多いなというふうには感じます。最後挨拶をするときに、拍手がまあ、観客席から沸き起こりました。その時のことはどうお感じでしょうか。まあ、こういう状況ですし、スポーツをやる機会っていうのはどの競技の人たちも難しい中で、まあ、本当に今度はそれを応援してくださる方もなかなかこういった機会はなかったんじゃないかなっていうふうに思います。でその中で今日来て足を運んでいただいて、まあ、選手の頑張りにこう拍手をいただいたっていうことは非常に嬉しかったですし、また選手もそうですし、応援してくださる方と一緒にオリンピックに向かってポジティブな空気を作っていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。わかりました。すいません。
ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。たくさんの特典で祝っていただいてありがとうございます。今年は実りある1年にしたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。Bye.